なんでヨミはヨウ君と会わなくなったの？会わなくなった。そうだね、確かに会えなくなっちゃったね。会えなくなった。そのいろいろ巻きつけられるもので捕まえられてるんだね。違うよ、私を捕まえてるのはここにあるチューブじゃないの。でもそれがあるから動けないんじゃ。私はこれがあってもなくても動けないわ。私を捕まえているものはもっと違うものだから。何に捕まっているの？うん、それよりも黒猫さん、なんであなたは私の姿をしているの？私の姿をしていたらこの病院では余計目立ってしまうんじゃない？それはよくわからない。自分でわからず私になってしまったの？私、ヨウ君がかわいそうだと思って。ヨウ君がかわいそう？ヨウ君がかわいそうだと思ったらそれが言葉になって、そしたら私はこんな姿になっちゃったの。面白そう。私にその話よく聞かせてくれないかな。うん。楽しかった？楽しかったよ。そうなんだ。私の姿だったのに。ヨミの姿？何が？ヨミの姿になって二人に嘘を言ってた。嘘？あ、そうか。そう言われてみればそれは偽りの姿なんだから嘘とも言えるのかな。私悪いことしたよね。うん、黒猫さんはそう思ってるの？いるのなら私の願いを聞いてほしいな。願い？うん、お願い事。私でできるなら何でもするよ。何でも？できる範囲だけど。そんな大層なことじゃないよ。私の願いはヨウ君とまた遊んでほしいな。え？私が前にそうしていたように黒猫さんにはヨウ君と遊んでほしいの。私がヨウ君と？私を捕らえてるものはどうやら私がここから出ることを許さないみたいだから。そんなのやっつけようよ。私も手伝うよ。そうだね。私もただあいつの思い通りにはならないよ。
だからさ、私がここから出られる時まで、私を捕らえてるものから自由になるその時まで、黒猫さんは私になってくれないかな。私がヨミに？私の名前は夏崎ヨミ。ほら、こういう字を書くんだよ。あなたはヨミだよ、夏崎ヨミ。私がヨミ？そうだよ。でも黒猫さん約束したよね、自分にできることなら何でもやるって。うん、私にできることなら何でもするよ。だったら私の代わりにヨウ君と遊んであげて。でもそれじゃ私が楽しいだけだよ。そんなことないよ、私だって楽しいんだよ。なんで？ヨミはこんなところに一人で閉じ込められて、私だけヨウ君と遊ぶなんて。ううん、私は一人じゃないんだよ。今日黒猫さんが私に会いに来てくれた。そしてあのひまわり畑の話の続きをしてくれた。ひまわり畑の話の続き？そう、ひまわり畑でのその後の私とヨウ君のお話。本当はもう失われてしまったはずのお話、おとぎ話の続き、それを私にくれた。おとぎ話の続き？そう、黒猫さんは私に届けてくれた。私が欲しかったあのひまわり畑でヨウ君と出会って、そして仲良くなって、そしてその先、もっと先、そんなおとぎ話を。おとぎ話、私が眠る瞬間までそのおとぎ話を続けてほしいの。眠る瞬間？うん、寝る前の子供にはおとぎ話を聞かせてあげるものでしょ。必要なんだ。今日は楽しかったよ、黒猫さんが楽しかったのに負けないぐらい。私もすごくすごく楽しかったよ。だって私が望んだお話の続きを届けてくれたんだから。いくらでも届けるよ。うん、楽しみにしてるよ。毎日届けるよ。毎日楽しみにしてるよ。だから読みを捉えてるものから早く自由になろうね。Thank you.
り行かないとね。希望が丘バス停、教会前じゃないの？なんでなのかな。一番見える？そうなんだ。大丈夫？大丈夫だよ。大丈夫だから。でも、なんだかヨミ、辛そうだよ。うん。でも、大丈夫だから。安心して。そっか。ヨウ君、旅立つんだ。人生ってよくできてるな。余命1年とか言われてた私がここまで生きながらえることができた。あれから4年も経ったんだもの。でもそれもだから、本当に人生ってよくできてるなって思うよ。余命って、こっちの話ね。それより、ちゃんと最後まで私のおとぎ話を聞かせてね。もちろんだよ。どんなことがあってもだよ。私が寝てしまうその最後までお話を続けてね。ヨウ君にお別れを言いに行ってね。それが私の望みだから。うん、私はヨミにおとぎ話をしてあげるから、ちゃんと最後までしてあげるから。
急いで先生呼んできて。ヨミ、しっかりして。ヨミ、心拍数が下がってます。ヨミ、ヨミ、ちょっと猫入ってるわよ、連れ出して。はい、これ猫ちゃん。捕まえたらすぐに外に出してよ。はい。猫ちゃん、ごめんね。ここはあなたが来る場所じゃないからね。私は応援しなきゃいけないと思った。思った。
私は応援する。ヨウ君を、ここから旅立つヨウ君を応援するよ。ヨウ君、頑張れ、頑張れ。負けないでね。どこにいてももう一人ぼっちじゃないんだからね。私たちはあの時みたいに一人ぼっちじゃないんだよ。どんな遠くにいても私たちは一緒なんだよ。Thank you.
猫が。いいんですよ、この猫さんはここで唯一のヨミの友達だったのですから。この猫さん、いつもヨミに会いに来てました。特に夜、まるで私たちがいなくなるのを待っていたかのようにこの病室に潜り込んでました。いつも病室からはヨミの声がしたから、多分この猫さんとお話をしていたのでしょう。あまりに楽しそうで、その時間を壊すのが怖くて、そんな二人の姿を覗いたことはありませんけど、それは楽しそうにこの猫さんとお話をしていました。そんな猫さんだからヨミの死を悲しんでるんだと思います。この子もとても悲しいんだと思います。だってそうでしょ、この猫さんもこんな悲しさだから、少しの間でいいんです。もう少しだけこの子とヨミと一緒にいさせてください。落ちてしまうので。猫ちゃんにはわからないかもしれないけど、ヨミちゃんは死んだんだよ。もうここにはいないんだよ。泣くことないよ。泣くよ。だって、ヨミ。大丈夫。私はここにいるよ。黒猫さんには見えるけど、もう普通の人には見えないんだよね。お父さんもお母さんも、そしてヨウくんも、もう私を見つけることはできない。私だってそうだね、分かってたんだ。私は
透明な人たちが見えてたけど、それが何を意味するかわからなくて。あの病院で朝まで寝たきりだった人が、夜になったら透明になってて、数日間村を懐かしむように歩き回って、その後にどこかに消えちゃうのだけは知ってた。私にはそれが死というものだなんてわからなくて、ヨミも同じになっちゃうなんて全然わからなくて。そうだね。泣かないでよ、黒猫さん。待って。大体泣いてたら約束守れないじゃない。約束。そうだよ、約束。おとぎ話の最後を話してくれないと。おとぎ話の最後。さあ、行こう。行く。黒猫さん言ってたでしょ。寝たきりだった人々は、死んだ後は数日、自由に村を歩き回れるって。それと、約束したでしょ？私が寝る、その直前までおとぎ話をしてくれるって。約束、したよ。そうだよ。ここには黒猫さんが話してくれた、たくさんの思い出があるんだよ。物語。物語の最後だよ。私が眠りにつく前に、最後のおとぎ話を聞かせて。最後の物語。ここは物語の冒頭部分。このひまわり畑は、私とヨウ君と、そして黒猫さんが出会った場所。ここから物語は始まる。ここから始まる私たちのおとぎ話。その始まりから終わりまで。さあ、一緒に行こう。数々の思い出の場所へ。私が永遠に眠るその瞬間まで。現れるのは私じゃないんだよ。この月の下で弔われるべきは私じゃなくて、生き続けてる人たちなんだよ。だから悲しまないで。ここは生きている世界だから、私が持っていくのはおとぎ話だけでいいんだよ。ほら、物語は始まったばかりだよ。
くバス停。ヨウくんとのどうしたの？泣かないで黒猫さん。本当はヨミ自身にヨウくんにお別れを言ってほしかった。他に何もできなくてもせめてそれだけは。でもヨウくんはまたなって言ったんだよね。うん、そう。じゃあきっとまたななんだよ。ヨミ、当然だよ。ヨミとヨウくんは希望の前で待ち合わせたんだから。私の物語を作ってくれて、私が見ることができなかった世界を見せてくれて、あなたの話してくれたヨウくんとの毎日が私の最後の人生そのものだったんだよ。違うよ、本当はヨミが、ヨミ自身が。人生の最後に身を望む人なんていないわ。身？最後の時、人生の終わり近くで身なんていらない。花だけでいいんだよ。身を結ぶものだけが人生じゃない。最後に身を結ばない美しい花だけがあったっていい。私の最後は美しい花で彩られていたんだよ。だからありがとう、おとぎ話よ。おとぎ話。消えていいんだよね。消えていい？勝手を抜かすな、半人前が。誰？あの魂。俺が導くべき魂をここまで導くと、あの魂が言うように、お前が俺の後任者候補ということか。あなたは？あの娘の魂、わしが導いた。導いた？ああ、読み字へはわししか通り方を知らないから。読み字？読み字だよ。知っているだろう。死者はそこに行かなければならない。決してずっと現世で生きていてはならないから。なんで死者はここにいてはならないのですか？それはお前も分かっているだろう。それとも、それが分からないとでも言うの？わからないというのは。
この場でお前の存在を消してやろうか。わかりません。なんでヨミがこのままここにいちゃいけないのか。なんでヨウ君と離れ離れになんなきゃいけないのか。私にはわからないよ。全然理解できない。わからないし、わかりたくない。だからいっそのこと私を消してください。ヨミ、ヨミ、わからない。少子だな。わからないものが、死者がこの世に残ってはいけない道理を理解しないものが、なんでそんなに泣いている。少子、少子。悲しいから泣いてます。おかしいですか。いや、おかしくなどないぞ。悲しいのだ。あの娘の死が悲しいのだ。当たり前です。なぜ悲しいか考えてみろ。お前は死者がここにいられないことを知っているからこそ泣いているのではない。知りません。死の意味を知っているからこそ泣いているのではない。もしお前が死の意味がわからぬのなら泣く。死者を現世に奪い返そうとするだけ。こんなことでわしの後継者になれるのかね。さっきから後継者って何ですか。黒猫、お前はわしの後継者となる猫。あなたの後継者、大体あなたは何なんですか。おいおい、猫の分際でこのわし、猫魔様を知らないのか。そうじゃ、お前らにとっては神様みたいなもんだろう。猫魔様、あなたが。そうじゃ、わしが猫魔じゃ。ありがたいじゃろ。どうじゃ、ありがたいじゃろ。ありがたいじゃろうが。なんで私が猫魔様の後継者となるのですか。意味がわかりません。ありがたいじゃろと聞いているのに、それは無視か。え、はい、すみません。すみませんじゃない、ありがたいじゃろ。はい、ありがたい。話を戻すが、後継者とは言ってもあくまでも候補だ。猫魔になれる保証はない。ただし、魔外であるお前が猫魔になれなければ後継者なしとなるので、わしがさらに上位の妖病になれないという悲しいお知らせになるわけだ。魔外？お前みたいな中途半端な存在を言う。
妖怪でも猫でもない中途半端な力を操るさ。しかし私がユミの姿になれたのは。そうだな、猫でしかないお前が人間に化けたり人間の言葉を理解したり、全てはマガイとなったからだ。でも好きな時にユミの姿になれたわけじゃありません。今だって猫の姿のままです。当たり前だ、お前は猫まではない、マガイ。マガイはどこまで行っても中途半端な存在でしかない。今のお前なんぞに力を自由に使うことはできない。そうですか。あの女、もう少し乗る気にならんかな。驚くなり喜ぶなりいろいろあるだろう。そんな気分ではありません。放っておいていただけると幸いです。放っておく？ではお前はこのまま消えてなくなる気か？消えてなくなる？そうじゃ、マガイは許されぬ存在だ。猫間になれないのなら消えてもらう。消してください。なんでそうなる？もう私は役立たずです。使用価値がありません。なぜそう思う？私は陽君がかわいそうだと思ったから、だから黄泉の姿になりました。そしてヨミにおとぎ話をしてあげるために今日まで存在していました。でもその必要もありません。もうヨミもヨウ君もここにはいません。猫間になってもらわないと、俺はまた数百年も猫間をやらされて、相変わらず同じようにこの村中の魂を黄泉寺に運ばなきゃならない。黄泉を導いたみたいにですか？ああ、それが我々猫間の仕事だ。大昔に神様がそこいらにある大黄泉寺を岩で塞ぎまくったから、死んだ霊魂は道先案内人なしでは黄泉寺をたどることができないんだ。そうなんですか。神様はなんでそんなことしたのですか？それは…だな、それはだな、えい、そんなことは神様にでも聞け。私は知らない。当たり前だ。神様に会えるランクは猫魔よりもはるか上だ。それこそ猫神にならなければ神様がお考えになってることなどわからん。とりあえずお前は俺の後任者候補なのだから、立派な猫魔になってもらうぞ。立派な猫魔なんか興味ありません。それはどうかな。猫魔という存在を知ったら興味が出るかもしれんぞ。興味ありません。お
前な、そこは興味がなくても興味あるように振る舞うのが礼儀だぞ。わしはお前よりはるかに長く生きてるんだ。人生の先輩だぞ。その大先輩に対してお前はどういう態度だ。すみません。では再び聞こう。猫間に興味はあるか。猫間になるには力の正しき使い方を知ることが重要だ。力の正しい使い方。ああ、そうだ。正しく力を使えるようになるのですか。そりゃあ、もちろん。いろいろなことができるのですか。そりゃあ、猫間様じゃから。それなら。どうした。正しい力を使うためには。やっと話に乗ってきたか。まったくめんどくさい黒猫。正しい力を使うためには、人が持つ全ての感情を理解しなければ。人の持つ感情全てを理解。そうだ、人の心を理解しなければ、魂は導けない。楽しさ、喜ばしさや慈しみなど、良い心だけではない。憎しみ、無念、絶望、とても汚い心も理解しなければならない。それはなぜですか。そういう思いを持って死んでいく人間も多いからな。そういった感情を理解しなければ、さまよえる魂は救えない。救うことができない。霊魂は有名という世界に死してなお生きている。同じ世界でありながら、それらはそれぞれの感情によって異なる世界。だからこそ、人が持つ全ての感情を理解することが猫間になるための絶対条件なの。なんだか大変そうですね。そんなにたくさんの感情。いや、そうでもないだろう。すべての感情を理解する資格があるからこそ、お前もマガイになったのだろうし。資格？お前はたった一つの感情を覚えればよいということ。それはたった一つでありながら、すべての感情を合わせ持つものだから。たった一つの感情で全て。そんな感情があるのですか。ああ、そう。憎しみも、慈しみも、楽しさも、苦しさも、すべてその一つで知ることができる。そしてお前は正しく力を使わなければならない。私がですか。そうだ、正しい力でなければ人を導くこともできない。お前が正しい力を持つことは、あの夏咲黄泉の願いでもある。読みの。ああ、あの小娘、わしと賭けをしよった。賭け？お前が猫間になれるかどうか。お前が正しく力を使えるようになるかどうか。読みはどちらに賭けたのですか。そりゃあ、どっちにしろお前が猫間であることを選択しなければ、私は猫間の名前。それは賭けに負けるよりも悲しいお知らせだろう。ヨミが、私がちゃんと正しい力を使えるようになると。さて、最後にまた尋ねる。ついてくるか、それともここで消滅するか。
しょう。私に正しい力なんて使えない。出来損ないの私の力なんてあべこべなんだよ。私が最初にヨウ君にしてあげたかった気持ち、私が望んだものだ。そしてあの怪奇現象だって、なんて消えたって大して涼しくなるわけじゃないのに。あれだって私がヨウ君にしてあげたかった気持ちだよ。あの時に確かに願った思いだ。
あなたが姿を現したのはそういうことだったのね。私が望んだから、私があなたとヨー君を会わせたいと思ったから、あなたを。私がこの姿になったことに関係していると思った。だからこれはあの時と同じように私に課せられた使命だと思っていた。ただの猫だった私があなたの姿になった時と同じように、今度もまた私がしなければならないことがあると思った。だけど無理だったみたい。私やっぱり出来損ないだから、出来損ないのただのマーガイだから、全然正しい力なんて使えない。間違った力しか生み出せない。これをここに置いておいてはいけない。あなたはこれがここにあるから現世に現れたのでしょう。これがヨウ君とあなたが最後の別れを告げる場所だから、だからここから始めようと思ったんでしょう。思い通りになんてさせないだから。元にあった場所に。あなたはずっと私を見ているだけなの？あなたは黄泉の魂の残滓なのでしょ。言葉を喋ることができないの？
これは元の場所に戻すんだから。こんな場所、よりによってなんでこんな場所で。こんなことばかり、私が望んだ形になるの。私はずっと嘘をついていたんだよ。そうだよ、私は嘘をついてた。私ね、ヨウ君。
私はヨミじゃないんだよ。私ね、私は人ですらないんだ。ごめんね、笑っちゃうよね。私なんてただの猫なんだよ。覚えてるかな、あの黒猫。ヨウ君がひまわり畑で最初に遊んでくれた猫。私はね、あの時の黒猫なんだよ。ただの猫なのに、何もできない猫でしかないのに。なのにヨウ君を騙して、私は黄泉になりすまして、ずっとずっと黄泉とヨウ君のものだった。楽しい時間を私がヨミから奪っていたんだよ。だから、こんな私だから。本来なら、あの時に消えなきゃいけなかったのに。そのまま、この世界に居座って。あの時まで、また何の力もない。ただ、ペットセメタリーに住む猫でしかなかった。元のただの猫になっていたのに。そう、あの時、あれはいつも通り朝ごはんも食べ終えて、さあ、たんと食べるといい。昼間に来るなんて珍しいですね。今日は早朝に魂を届けたばかりじゃないですか。そんなに迷っている霊が多いのですか、ネコマ様。にゃ、
ください。その日のうちに私は猫魔様に聞いてみたの。なんで黄泉の姿にまたなってしまったのか。猫魔様の答えはあっさりしたものだった。なぜ？そりゃ正しい力だからだろ。でなければ8年越しに力が戻るなんて考えられない。猫魔様はそれは正しいからこそその力を手に入れたんだって言ってくれた。だから私は黄泉であることを肯定しようと思った。それは嘘でしかないのだけど、でもそれは正しく人を救うための力のはずだから、だから私はそれを信じて黄泉をまた演じようと思った。でもそれは違った。私はやっぱり中途半端な出来損ないでしかないから。陽君を幸せにする力なんて使えなくて、それどころか陽君を不幸にしてしまう力しか使えなかった。違うんだよ、陽君には見えないからわからないけど違うの。私はこのままマガイとして消えていくべきなんだって。私は消えてなくならないといけないんだって。だから言ってるでしょ、私は黄泉じゃないって。全然分かってないよ。だってずっと私たちのことを見てるんだよ。陽君が戻ってきてからずっと見てるんだよ。私たちが二人でいるときはいつだって黄泉と私と陽君で三人だったんだよ。でもそれは私にしかわからなくて、陽君にはわからなくて、私それがとっても悲しくて許せなくて、陽君との時間が楽しければ楽しいほど後で悲しくて切なくて、私は黄泉じゃないもの。本当の黄泉はいつでもいたのに、陽君は分からなくて、ずっと黄泉の思いは残滓として私たちと共にいた。でもそんなこと私、魔界である私でしか見ることができない。そう、魔界である私にしか見えないんだよ。魔界が何から、そんなの決まっているよ。猫だよ。猫魔の出来損ないが魔界になるんだよ。
現世に生きる者とヨーマとの間。何が言いたいの？どういうこと？そんなに待ってないから大丈夫ですよ。それじゃあご飯よそいましょうか。どうしました？ブレって何ですか？大丈夫ですか？残滓が…じゃあ今までずっと…私を見つめているのですか？せーの、グッチパあいこで。おお、ひなちゃん、このグッチパはこれでおしまい。見てごらん、ひなちゃんがグー、私もグー、ルカちゃんとダイヤちゃんはチョキ、ヨウスケくんとヨミちゃんはパー。これはね、今ズルしたでしょ。ヨミちゃん、はっ、どうしましたか？どうしたの？何も。今ダイヤ、私の頭を小突いたでしょう。なんで私がそんなことしなければならないのですか？だって私の真後ろだったのダイヤだけだもん。でも私はそんなことしてませんわ。もう例の時刻は過ぎてるんだよ。あ、本当。そうなんだけど、あと数分待ってくれないかな。見えていた。でも何
黄泉の残滓が見えるの。正しく使われているか。
駒様の後を継ぐことができなさそうです。なぜそう思う？だって私、力の使い方は間違ったから。私はみんなを不幸にしかできないから。そうなのか、夏崎由美。そんなことないと思うけど、陽君は？と言ってるが、どうなんだ、黒猫よ。でも、私は黄泉じゃないし、本当だったら、電話の黄泉がここにいるべきだったんだし。と、黒猫は言っているが、さて人間よ、どうする？わしは猫間だ。死者を黄泉寺に運ぶのが仕事だ。わしがその気になれば、ここにいる偽物を本物に、夏崎由美の魂に入れ替えることもできるだろう。当然消える。とは言っても、この黒猫が言う通りだとしたら、ここにいるのは出来損ないのマガイだ。私生き返っちゃうんだ。だったら猫魔様、すぐにでも私を。お前らは黙ってろ。私はこの人間に聞いてるんだ。さあ人間、再び聞こうか。このマガイはお前を不幸にしたのか？人を不幸にする力の使い方をしたのか？だとしたら、それは裁かれなければならない。正しく力を使えないマガイは消える運命にあるのだからな。はい。私？ようくん？ならば幸福なのか？なぜだ？良い答えだ、黒猫よ。これがこの男の答えのようだが、それで誰が不幸になっているというのじゃ。よくはまだわからぬのか、黒猫よ。猫魔様、お前はちゃんと人を幸福に導く力の使い方をしたんだよ。でも私、全然力をうまく使えなくて、例えば昔の思いが暴走して村にいろいろな怪異を。それで誰か不幸になったか？わしが見た感じだとそれなりに楽しそうじゃなかったか？人間どもは？
そういうことだ。お前の力は誰も不幸にしてない。陽君だけじゃないよ。私だって幸福だったよ。黒猫さんのおかげで。何を息巻いてるのか。お前に何ができる。大体もしお前が目の前にいる黄泉を消し去って霊界にいる黄泉を呼び出してくれと言ってたら取り殺してやろうかと思って。だってそんなことできないからね。そんなことできない。できないからじゃない。だめ、ただこいつがどんなやつか試したまでで。何言ってるんだか。最初から無理だったでしょ。私と黒猫さんを入れ替えることなんて。そんなこと多分神様でもできないよ。そういうこと。猫魔さんにそんなことできるわけない。猫魔さんは陽君の覚悟を試したんだよ。というよりは よくわかったな。人間の割にやるな。霊界の夏咲き読みといい。そりゃあそうだ。わしは猫魔様だからな。別名ナナちゃんのくせに。その名前を言うな。ナナ？違う。わしは猫魔様であってだな。ああもう、ナナちゃんもいつまでもそんな虚勢張った姿で。ナナが猫魔様だったの？ち、今まで隠してたの。そんなもんで威厳を保とうとするのが間違いなんだよ、ナナちゃん。うるさい！この悪霊！悪霊とは失礼ですね。私のどこが悪霊よ。死して、まだこの世に影響を及ぼし、さらにこの猫魔様と賭けをする者など、悪霊ぐらいしかないだろう。あら、でも賭けに乗ったのは猫魔さんだし。だいたい猫魔さんは、陽君に電話するのも許してくれたし。最後の時間をね、取っておいてもらったの。最後の時間？現世に死者がいられる時間って決まってるんだよ。その最後の時間を少しだけ後回しにしてもらったんだ。私は私として話すことができる。ヨミ？え、本当のヨミなの？バカ、ヨミはあなたでしょ、黒猫さん。私はヨミの残滓でしかないわ。残滓は意志なんてないでしょ。そうやって話すことなんてできない。だったら、あなたこそが夏咲ヨミ。そんなこと、どうでもいいじゃない。それより、ヨウ君。久しぶり。死人に言うかな。電話でお別れなんて、味気ないかなと思って、この時間分だけ取っておいたんだよ。まあ、それはいいや。それよりも、陽君は気がついてたんでしょ？
最初から黒猫さんが私の姿になったこと。え？黒猫さんは自分の思いだけで私の姿に変身できたと思ったの？三人が願ったことなんだよ。陽介くんが望んでいた。なるほど、陽くんはそんな風に考えたんだ。黒猫さんは陽くんがかわいそうだな。陽くんは三人のつながり、そして私はその後のヨミと陽くんの物語。それまあそんな感じで三人が願ったからこの物語は始まった。そして三人の願いが叶った今こそこの物語は終わりを告げる。ヨミとヨウくんの話を聞けたことも、最後にその場所を巡ったことも、本当に素敵だった。まるで、自分ができなかったもう一つの人生を見ているみたいで、本当に楽しかったんだ。だから、私が大好きなこの物語は、絶対ハッピーエンドにしたかったんだよ。ヨミ、でも私は、私はヨミの姿を借りてるだけなんだよ。ううん、今はあなたがヨミだよ。このお話のハッピーエンドは私の大好きなヨミと大好きなヨウくんが結ばれること。ヨミ、もし私のために何かしてくれるのなら、ヨミにできることはヨミが幸せになることなんだよ。ヨウくんはもう分かってるよね。ヨミのこと、お願い。でも私は、人間じゃない。ほら、始まった。ナナちゃん言ってないでしょ。だって。フェアじゃないな。賭けを不成立にする気？どういうこと？ほら、ちゃんと説明してよ、ナナちゃん。仕方がない。お前は人の死を知り、悲しみを知り、そして最後に人の愛を知った。つまりだな、今のお前は完全な猫魔になることも、また逆に人間になることもできる。人間に？当然だろう。だってお前は人の感情のすべてを知った。そして何よりも人を幸福にする正しい力を使うことができるんだ。ただしどちらかを選ばなくてはいけない。お前は猫魔か？それともただの人間か？それを決めなければならない。なるということは、猫魔の力を失うこと。つまり、一度人になったら、もう猫魔にはなれない。そういうことだ。それ説明しないで、賭けも何もないでしょ？この悪霊め。何か言いましたか？別に。それで？お前は誰だ、黒猫よ。永遠を手にした猫魔の黄泉か、それともただの人間の黄泉か。猫魔様、私はいいのかな。いいに決まってるでしょ。私はもともとただの黒猫で何もできない、野良猫で。
ようくん。ああ、もう茶番はいい。なんでお前らのイチャイチャを見せつけられなきゃならん。もう、とっとと答えを出せ。私は夏崎由美です。陽介くんが好きになってくれた人間の夏崎由美。ごめんなさい。ありがとう、猫間様。私、これでお前は二度と猫間にも猫にも戻れない。わしも当分猫間のままか。これで賭けは終わりだな、夏崎由美。私の勝ちだね。ったく、くだらない賭けに乗せられたもんだ。あの賭けってどんなだったんですか？私が正しい力を使えるかどうかじゃなかったんですか？いや、賭けはお前が猫間になるかどうかだ。ナナちゃんも私も最初から黒猫さんが正しい力を使うのは分かりきっていたから、あとは最後の選択がどちらかってことだけ。分の悪い賭けだとは思ったんだな。だから後継者がなかなか出ないんでしょ、猫魔様。そういう締めっぽいのはやめにしようよ。私が死んだのってだいぶ前なんだよ。分かってるのならちゃんとしなさい。さあ、最後にこの残滓を見送ってくれるかな。そうだな、残滓を霊界の黄泉に届けないとな。幽霊とはちょっと違う。なんというか、せっかくの賭けだからね。ナナちゃんだけ見れて私が見えないんじゃフェアじゃないでしょ。霊界からも見えるように視線としての残滓をそっちに送ったのよ。ったく、本来ならそろそろ新しい魂として生まれ変わらなきゃいけないのに、この小娘の霊はしつこくてな。あ、そうだ、少しだけヨウくんの携帯電話借りれるかな。ありがとう。お迎えの連絡をね。今度はちゃんと言えるんだね、ユミ。うん、8年越しだね。そうだね、本当にそうだね。こんな時間にバス？黄泉に向かうバスだ。今回は長旅になるからな。こっちの話さ。さてと、そろそろ行くか、黄泉。するんじゃないの？なるほどね、いろいろと鋭いね。そうだね。お盆は難しいかも。お
正月はもともと無理だし。そうだね、また帰ってこれたらいいな。時間だぞ。またね。また三人で会えるよね。必ず。うん。そしたら遊ぼうね。昔みたいに。うん。またね。転生したような気分だし。猫から人への転生か。そう言われるとなんかすごいね。何がですか？そんな力なんていらないよ。大きすぎる力です。それに持ち物は少なく、それが猫の人生哲学なのです。はい、猫の人生哲学ですよ。猫は必要最低限の持ち物しかありません。それは私が人になっても同じです。だからこれは猫の人生哲学。そうですね、猫は気分屋です。飼う人は注意が必要です。何を笑ってるのですか？もしかして猫の人生哲学バカにしてます？はい、お願いします。
嫌とかありません。でもいきなりすぎます。気分変わりされると嫌だからキスしたと。ヨウ君には猫飼う資格ありませんね。全く分かってません。猫は気分屋ですけど、そんなに気安くないです。猫というのはですね、そんな気安く人になれたりしないんですよ。あと、それと同じぐらいに一度懐いた人から離れることはないんですよ。猫は嫉妬深いというでしょ。猫は執念深いんですよ。あとは、猫は怠惰ですよ。簡単に分かられてたまりますか。人としての人生哲学ですか。なるほど。確かに私はいろいろと人が持つ感情を覚えてきましたが、人生哲学となると確かに全く分かりません。教えていただけると嬉しいかもしれません。ほんの少し長いから、ほんの少しだけ気長に、ゆっくりと気長に。静かな